眠れない夜ゲーム実況、ソロパート3、第3夜です。ね、今夜もお付き合いいただきたいと思います。ねえ、こんばんは。そろそろ寝るんですか？このゲーム実況を見ながら聞きながら寝てみるのもいいかもしれないですよ。さて、前回までのあらすじ。なんか、腕に妙なあざできると、やべえらしいよ。なんか明け方にはもうやべえらしいよ。なので、あがこうね。って感じです。そんなわけで、早速続きをやっていきましょう。どれから行けばいいのかな？イクジットでいいのかな？先にパートナー選ぶのかな？同行者を決めてください。吉田司。小生意気な優等生。オカルト好きの少女、渡辺萌え。司くんはなんかね、ピンチになると、豹変するらしいので、萌えさんにしましょう。ですよねー。そんな声だったんかい。よくわかんないで声やっててたけど。これでイクジットでいいのかな。さて、栄一小学校へ向かう方法だが、どうすんの？徒歩？メリーが言うには、ガレージにある車を好きに使っていいらしい。主人公免許持ってんの？九条館のガレージは館の離れにあった。自転車乗ってけってこと？読めない。空間にはそれとよく似合う高そうな乗用車や自転車が並んでいる。どんだけ儲けてんだよ。心霊治療科って儲かるんですね。幸い車のキーはテーブルの上に無造作に置いてあった。早速出発しよう。セキュリティザラすぎね。さ、メリーちゃんの話だと、おじさんって記憶をたくさん失ってるんだよね。そんな状態で車を運転できるの？萌えが疑わしい眼差しをこちらへ向ける。大丈夫。問題ないはずだ。ハンドルを握っていれば、そのうち思い出す。半分は自分に言い聞かせていた。それにさ、免許も持ってないよね。そうだよ。おまわりさんに見つかったら、花彦くん調査どころじゃないけど。もっともな話だ。だが命がかかっている以上、手段を選んではいられない。印が消えたら、記憶も戻るだろう。その時に再発行してもらうとするよ。ちゃんと免許を取ってたら、だがな。うわ、すっごく不安になってきた。くれぐれも安全運転でよろしくね。とりあえず栄一小学校に行きましょう。このなんだろうね、ワーゲンバスみたいなので行くの。人の体というのはよくできている。本当に運転できるのか、ガレージでは少々不安だったのだが、実際にこうしてハンドルを握ってみると、もはや不安などの入り込む余地はない。考えるよりも早く体が機敏に反応して、この鉄の塊を見事に操っていく。だがそうなると今度はやることのなくなった考えの方が鎌首をもたげ始める。ねえおじさんさ、こちらの沈黙に耐えかねたように萌えが口を開いた。さっきまでの元気もどこかに行ってしまったようだった。記憶が消えていくってどんな感じ？答えに困る質問だ。どんな感じとは？全部一気に消えるの？それともバラバラに？悲しい思い出だけ残るとかだと嫌だと思って。その観点はなかったな。そういうわけではないと思うが、進んでいるのか後退しているのか、元の状態がわからないのなら何とも比べようがない。そういう意味では消えるというより
空白で塗りつぶされた。そんな感じだ。そっか、おじさん大人だね。いつも落ち着いてるし。会話が途切れ、路面をなめるタイヤの音だけが車内を乱した。そうするとまた次から次へと頭の中へ考えどもがよじ登ってくる。とにかく例の鏡を見るとして、その後は何を調べればいいんだろう。わかる？おじさん。萌はちらりとこちらを見た。さあな。自分の名前すら思い出せない男にそんなことを聞くのは間違っている。頼むってば。おじさんが頼りなんだからさ。何とでも言ってくれ。相手は子供だ。さすがに言葉にはしなかったが、それが本心だった。ハンドルに乗せた両手の間にじっと目を落とす。館の人形、しるし人、しるし、かい。そして機械なし、何回見せんだよこれ。次々と湧き上がってくる想念に押しつぶされそうだ。暗い道の先に何が待っているのか。ハンドルの上で警告するかのように手首が小刻みに震えている。頭には分からなくても肉体はとっくに感づいているのだ。死に近づいていると。それがあるのかはもはや問題ではない。問題はどれくらい先にあるかだ。あとどれくらい？うん？危うく声を上げそうになってとっさに息を飲み込む。多分もうすぐ。あれ？思ったより近くない？ああ、そう、その通りだ。いつだってそれは思ったより近くにあるのさ。月明かりに浮かび上がった校舎は不気味な佇まいを見せている。廃校となってからすでに数年が経過したらしく、校舎の壁のあちこちがひび割れ、ガラス窓もすっかり割れてしまっているようだ。校門の前には関係者以外の立ち入りを禁じるための太い鎖が張り巡され張られている。ちょっとちょっと、そこはダメだよ。元気のいい声とともに現れたのは警備員の制服を着た男だった。なんだ廃校に警備員さんいるのかな。どうやら巡回中の警備員に見つかってしまったようだ。ここは市が管理してる場所だから立ち入り禁止なんだ。知ってるでしょ。それとも何？最近よく心霊スポットで肝試しをする連中がいるんだけど、あんたらのもそうなわけ？違うよね。ここが心霊スポット？まあね、そう言ってる連中が多くてこっちも困ってるんだ。横にたもえをうなずいた。まあ結構有名だもんね。警備員はため息をついた。とにかくこの学校は立ち入り禁止だから誰も入れないよ。着任当日に面倒事は真っ平だし、早くここから立ち去ってくれ。いいね。いいね。警備員はブツブツ言いながら廃校の中へ入っていった。あの人やられんじゃねえかな。その姿を見送りながら萌えがつぶやいた。ち、前に忍び込んだ時は警備員なんていなかったのにな。見つからないようにしないとね。会議スポットでの移動。
方向機で移動できます。地図で自分の向きと移動できる場所を確認しながら先へ進みましょう。昇降口を目指して進んだ。両開きの扉を押し開くと昇降口に出た。この音で気づかれない。うわ、くら、これじゃ何も見えないし。屋内では月明かりも届かない。さすがに懐中電灯を使うしかなさそうだ。ライトなんか使ったら警備員に見つかっちゃいそうだけど、まあ仕方ないか。ちなみにあの鏡は確か向かって右の方にあったはず。階段にあったと思う。怪異スポットの調査。左スティックを操作すると今いる場所の調査を開始します。調査中に調べたい場所に光を合わせ、丸ボタンを押すとその場所を調べます。バズボタンを押すと調査を終了します。調査中に方向機を操作した場合は調査を終了して移動します。早速左スティックを移動しよう。お、なんだこの光ってんの。下駄箱は痛みが激しく、砂と埃が表面を覆っている。この光ってんのは見れないの？半分ちぎれた掲示物だ。探る。紙は風化しており、指先で砕けた破片が埃となって散った。その他に変わったところはない。一番上には落とし物をした人は、と大きな字に印刷されている。落とし物は職員室の保管箱で預かっています。探し物がある人は職員室に来てください。ほう、これは職員室に行ってみるべきじゃないかな。もうちょい調べますか。なんかある。天井は薄い汚れており、設置されている蛍光灯は割れてしまっている。それだけか。こっちは？注意や連絡事項の書かれたプリントだ。東階段の鏡に手形をつけて遊ばないでください。掃除当番が困っています。自由研究発表会、1階多目的教室、みんなの研究結果です。見てみましょう。あー、自由研究とか超懐かしい。それより東階段の鏡って私が見たのはこの鏡だと思う。まずそこに行ってみるか。うん、向かって右だよ。萌えさんやっぱ正解だったのかな。一回だって来てんだもんね。他は、お、なんだこれ。下駄箱の前にはすのこが敷かれているが壊れてしまっており、踏むとぎしりと音がした。音するだけかーい。この辺あとは光るのないのかな。みたいですね。右って言われたけど左に行ってみようぜ。あれ？廊下に足を踏み入れると小さな影が足元を横切った。ライトで照らしてみるとそれはウサちゃんだ。かわいい。学校で飼ってたのかな。なんでウサギ。黒いウサギは一声鳴くと足の間を走り抜け校舎の東側へと駆けていった。行っちゃった。こっちに来いって言ってるのかな。なんてわけないか。会議ファイルに新しい情報を追加した黒いウサギ。やっぱ鏡を先に見なきゃダメってこと？前方向に行けば鏡があるね。お。こっち方向に鏡があるはず。ここかな？これじゃない？こ
ここだよ。前はこの鏡の前まで来たの、間違いないって。なるほど。その時、じっくりと手首に鈍い痛みが走った。まるで肉に食い込むような痛みだ。痛みから意識をそらすように、モイとの会話を続ける。見た限りは普通だな。うん、どうしよっか。汚れた鏡だ。シミだらけで自分の姿すらよく見えない。探る。正面に立ち、そのネズミ色の表面を黙って指で拭ってみた。やはり何もはっきりとは見えない。自分の影がぼんやりとした黒い塊となって映り込むだけだ。鏡の中で自分の影が揺れ動いた。最初はそう思った。動いたから影も動いたのだと。だが次に影が動いた時、冷たいものが背中を走り抜けた。これは自分の影ではない。何かが鏡の中にいる。萌えが恋にならない悲鳴を上げ後ずさった。これは幻覚なのではなく、確かにそこに存在しているらしい。筋肉が硬直し、視線を切ろうにもまぶたを閉じることすらできない。それの口元がわずかに揺らぐ。見たくない。だが目を閉じることすらできない。それが口を開く。異様な声が、なんて読むのこれ、染み込んでくる。ここで、僕綺麗。よく見えないでいいんじゃない。ダメなの。赤いのがあれば、なのに。なんかよく見えないけど、もしかしておじさんなの？クラスで一番背が高い。グッド。ああ、よかった。学校には大きい人は来ちゃいけないんだ。ん？突然、鏡にひびが走った。割れちゃった。これじゃ見れないや。もう大きいは来ちゃダメなのに。影は姿を消した。サバイブ。その時、校舎の反対側の方から絶叫がこだました。萌えは床にへたり込んだ。目にしたものが信じられないのか、しばらく荒い呼吸を繰り返していた。今の何？多分あれが花彦くんだろう。そう続けたかったが言葉が出ない。言っちゃったよ。口の中がカラカラに乾いている。信じらんない。それは見たいって思ってたけど、あんなにはっきり見えるなんて。我に返ったのか、萌えはいつもの調子を取り戻したようだ。立ち直り早いんですね。頭の中で花彦の言葉が渦巻いている。ほんの少し前までとは状況が正反対になってしまった。何を調べればいいのかわからないと嘆いていたはずなのに。それより、さっきの悲鳴、あれって。外で会った警備員か。他に誰かがいるとは考えにくい。彼もどこかで何かを見たのかもしれない。声はずっと遠く、廊下の向こうから聞こえてきた。いるとすれば、校舎の反対側だろうか。うん、探しに行ってみよう。でもあんな悲鳴をあげるなんて。何かあったのかもしれない。
そう思いの声にうなずいたとき、耳のすぐ近くで誰かのささやき声が聞こえた。赤き者にて清めよ。声の下方を見る。だがそこには闇が広がっているだけだった。おじさん？いや、なんでもない。行こう。いや、おじさんでもいいんだけどさ、ここでおじさんって呼んで、花被告におじさんなのって言われたら死ぬんじゃね？ちょっとここではお兄さんって呼んでくんないかな。会議ファイルに新しい情報を追加した鏡の花彦くん。といったところで、今夜はここまでです。警備員さんどうなってしまったんでしょうね。それでは、次の夜にまた会いましょう。それではまた。